おいおいおい、どこ消えていくんだよお前ら。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回はこちらの廃病院探索、こちらのゲームやっていきたいと思います。もう名前からしてホラーゲームっていうのがわかりやすいゲームでしたね。というわけで早速始めていきたいと思います。ニューゲーム。お、なんだこれ、ビデオの映像か。プレイ。ああ、誰かが前も同じようなことしたってことかな。これは電話が来てる。電話が来た音。あ、なるほど、それを今見てるのか自分で。もしもし。もしもし。送った映像は見てくれたかな。友人から。今見ているところだ。何を見せるの。今回君にはその廃病院って何が起きたか、そして最後に映っている化け物について調べてもらいたい。化け物、どこにった。あ、これ、ん、今のやつ。場所は追って連絡する。無事に帰れるといいな。なんでそんなこと依頼されてんのこの主人公その友人は何者なんだ。デスゲームの主催者みたいになってきた。あ、もう来たかな。おお、来たね。早速暗いね。あ、こっちか。こってこと。あ、ライトをつけれるね。ちょっと一応車の中見ておこう。なんかないかな。車の中は、まあ、何もねえか。じゃあちょっと早速行きましょうか。走ると確かしゃがむ感だよね。あー、怖っ雰囲気。結構割と大きめの病院だったのかな。ちょっと脇っちょから見ておこうか一応、ね、あ、これじゃ先行けなくなってんね。オッケー。反対側はなんかあるかな。え、なに誰これ。墓荒らしした誰か。墓荒らしなんてなんか罰当たりそうだけどね。まあいいや、こっちか。とりあえず中入ろうか。調べることも何もできないしな多分。じゃあ入っていきましょう。タブでチェック、はい、さあ探索を始めよう。ダイアリー、あ、日記ってことか。よし、じゃあいろいろ見ていきましょうか。どっちから回ろうかな。時計はおそらく止まってるな。ここはあったかな。あ、開いた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 。さてと、何かあるかなと見ていきたいね。開けれるね。トイレは、あ、ことはないと。隣も開くけど特にない。最後は何もないか、やっぱり。まあ最初のここはトイレってことやな。やべえ、マジで今ね鳥肌立ちまくってんだよね。なんかもういきなり雰囲気で怖すぎる。なんかすごいな。なんか廃病院って本当にこんな感じになるのかね最終的には。入りましょう。こっちは、あー、こっち男性用トイレか。さっきのは、さっきのが女性用トイレってことね。 OK です。開くかな。開くけど特に何もない。そっか、 OK。 じゃあとりあえずこっちは何もなかったね。そこの受付みたいな場所入れるのかな。ちょっと行ってみようか。あ、開いた。開くね。スタッフオンリーも奥にあるし、ちょっといろいろ何かないかな。普通の。てかこんなに荷物置きっぱなしなのか。意外と急に廃病院になったってことか。こっち入れる。あ、鍵が必要なパターンか。オッケー。鍵ね、どっかで見つけないとな。じゃあ奥行きますか。やべ、いつ出てくるのかが本当に怖い。何、ここはどういうエリア。でもそう、なんか結構荒らされてるよな。なんか書いてある。ヘロー、なんて書いてあるんだろう。なんか英語っぽいのなんか書かれてなかったけど、ハローかな。うわー、なんか結構いたずら書きも多いね。まあ多分さっきの友人みたいな人がいっぱい来てそこで落書きしていくみたいな、多分そういう肝試しみたいなことやったんだろうな。こっちにあんのは手術室みたいなところかな。お、開くね。さあ何かあるか。え、なんもないの。開かないし調べられない、なんも。え、さあこっちはなんか手術室かな。こっちは開かない。どっかで鍵探しかな。となるとまあ今とこ全部見れてる感じはするね。スタッフオンリー以外はほとんど見えてない。こっちも病室だった場所かな。開きそうだけど開かないやつだね。あーでも結構広そうだな。まあ一個ずつ見てこう、しっかり。ここは何もないと。
これありそうじゃないか。なんか医者のメモ1、あ、これだ。医者のメモ1。クソ、どこを探して見つからない。鍵がなければ引き出しを開けられないじゃないか。一体どこで落とした。まさかあのガキか。あの看護師のことで生意気な態度をとっていたからな。面倒なことをしてくれる楽器、子供、ここが開くってことか。楽器の様子を探さないといけないってことか。こっち行ってみるか。すごい、なんか小、もう本当に設備そのままって感じするけどな。ここは、あ、ここもお手洗い場か。まあ、どうなんもないよな。よいしょ、開けれる場所はとりあえず開けていこうか。ないよね、特に。なんもないな。ゴミ箱があるけど、ゴミ箱がある。こっち、あ、なんかあるな。読めるわけではなさそうかな。まあ昔の掲示板みたいな感じか。こっちもトイレだね、やっぱりね。トイレは基本何もないのかなっていう認識でいいかな。こっちも何もないね。あれ、何もないな。化け物の正体を突き止めろって話だけどさ、なかなかね、そういうわけにもいかんだろうしな。さあ、奥行こうか。換気扇が落ちてきた。けど、特に何もないな。いや、結構奥まで来てるけどな、今。こっち行ってみるか。どこに繋がってる、これは。あ、2階への階段だ。こっちは特に何もないのか。この下は？何もないね。2階か。ちょっと待って、後で行こうか。こっち側に来たら2階に行けると。分岐点がどっか分かんないそうな。とりあえずこっちの方かな。手術室、あ、スタッフオンリーだ。またあ、こっちは開くのか。いや結構、あー、広いね、相当。なにこれ、うわ、エレベーター。廃病院のエレベーター入りたくねえな。こっちは開かないと。なんか嫌な感じ。ちょっと乗ってみるか。乗れる？乗ったところでさ、どっか行けんのか。え？結構、え？地下もあるやん、これ。あ、でもなんか押せるわけでもないのか。よかった。特に行けるわけじゃなかった。さあ、次が、こっち。これ多分2階に行かなくちゃいけないパターンかな。オッケー。じゃあ2階行きましょう。もうこれ以上開くところなかったしね。こっち側に行って2階だね。何がいいんだろうな。友人が見たっていう化け物は何だったんだ一体。どっちから行く。こっちから行くか。急にドーンってパターンなのかな。どういうパターンで来るんだろう。開くんだな、やっぱり。開いちまうんだよ。それ子供がなんか鍵を持ってったみたいな。あ、また神谷。2階病室メモ2。誰のだろう。ああ、退屈だ。両足が骨折してしまうとはな。深夜に外を歩くのは控えておくべきだったな。まさかこけて転倒してしまうとは、運がついてない。本当にこけたよな。え、誰かに後ろから押された気がするか。思い出せん。まあ、あの後へお医者さんが運よく通りかかってくれてよかった。運よく、あ、あ、待って、なんて書いてあるのこれ。ヘローって書いてる。あれ、ちょっと待って、医者の方は？ヘローって書いてる。なんで？とりあえずこういうメモが各地に落ちてんのか。こっち側もなんかあるみたいな。なんだろう。入れそう。あ、入れる。ちょっと結構メモじゃ見逃してそうだな。気をつけないと。ここには何もないと。さあ、こっちの奥もまた広い。待合室みたいなところか。開けるよ。どんどん開けていくかね俺ね。あ、またメモだ。さあ、メモ1だね、今度はね。ようやく退院できる。ただの貧血性で倒れたと思ったら、まさか病に侵されていたとはな。もう俺も若くないし、生活習慣には気をつけないとな。さて、顔見知りぐらいには軽く挨拶しておくか。まあ特に、あ、やっぱこれもヘローって絶対書いてあるんだな。なんで？オッケー、ちょっと場所戻って、確かあの、奥に行ける場所？待ってね、確かね。そうそう、ここが分岐点で、あれ？これは読めるやつじゃないか。あ、こっちもある。こっち行ってみようか。
さあ、ここは、あ、お手洗い場だね。特になんかあるわけじゃなさそうなんだけどな。なんかあんのかな。ここは倒れてると。ない。ない。何もない。何もないか。ってことは隣も多分トイレだよね。なんもないな。ないね。ない。やっぱないな。どこにあるんだ。となるとやっぱ奥だね。こっち行ってみましょう。いやいつ出てくるかだな。怖え。こっちは開く。さあ一応今鍵探しなんだよな、状態としては。あ、あったなんだこれ。落ちてるわけではないか。こっち側にもないしな。子供の話がなんか出る場所があるのかな。こっち行こう。もうスムーズに開くね。ここはこれかな。あ、なんもない。目もそっか、目もないか。とりあえず2階はこれぐらい。あと1箇所これか。よいしょ。これで一応今最終入れる部屋、最終部屋だよな確か。これはメモ4。あ、メモ4か。あの看護師さん、早く来ないかな。他の看護師やお医者さんは、どこか雰囲気がおかしいし、不気味な感じがして、落ち着かないな。それとあの看護師さん、他の人たちにいじめられてる気がするけど、大丈夫かな。そうだ、代わりに私がやり返しちゃおう。まずはあのお医者さんの鍵をトイレに、おい、トイレか。トイレにやったか。ちょっと待って、裏には何て書いてあるんだ。やっぱこれもハローなんだな、絶対。トイレ？全部見たけどな、確か。トイレのどこだ？ちょっと詳しく書きなさい、そういう時は。ちょっとじゃあ奥のトイレもう一回見てみるか。あるとしたら多分2階のトイレぐらいだよな。トイレのどこ？開けれるとこではないしな。どこいたの？お嬢ちゃん。お嬢ちゃんだよね、多分ね。それと男の子どっちかわかんないけど。トイレ。あのお医者さんの鍵はトイレに。そう、トイレはどこなんだ君。もしかしてさ、一旦閉めないの？いや、そんなわけなそうだな。奥の、あ、待って。確か女の子っぽい口調してたから。あ、でも2階はそういえばトイレの区別なかったな。お、なんだ？ん？何何？今なんで動いたの？今クリックしたんだけどさ。え？もしかして今までのゴミ箱も全部触れたとかそういうこと？かな。もう一回一回探してみるか。トイレって言ってたけどな。鍵なんてまだ見てない気がするぞ。で、トイレがあるのはどこだっけ。ちょっと待って、覚えてない。本当に覚えてないかもしれない。トイレ、トイレ、確かこっちにはあったっけ。あー、ないか。こっちはないな。なんかあるかな。あ、確かここだな。ここもトイレだよな。ないな、やっぱり。このゴミ箱が、あった、これだ。取れ、きた、取れた、引き出しの鍵。これだね。で、確かどこだっけな、お医者さんの。これか。これで、あ、こうやって使うのか、OK。で、何が出る？鍵だ。いや、閉めんな。何これ。なんで閉めんねんだから。なんで？え、あれ、ちょっと待って、拾い方がわかんない。あ、やっと取れた。事務室の鍵。事務室。どこになるかな。何今の。え、めっちゃ、え、何、いない。え、何今のやつでかすぎるだろ。事務室の鍵ってどこだ。どこに使える。一番最初のところはあれ、事務室かな、もしかして。確かここのさ、あ、そうここが出口で、あ、出口はちゃんと閉まってないんだ。珍しいのか、ホラーゲームにしては。ここで使える。あ、来た。ここだ。やっぱあってたんだ。さあ、ここには何が落ちてるかな。紙とか落ちてるけど、拾えないね。何がどこにあるか。荒れてるな、しかし。まあ、何年間も放置されてたわけだから、そりゃそうか。事務室のメモ。ここに転勤して2ヶ月ぐらい経ったけど、この病院は何かを隠してる気がする。体調が回復しない患者が多いし、深夜になると数人の医師が霊安室に行くのを目撃する。試しに何をしてるのか聞いても適当にはぐらかされてしまう。もしかして医療ミスを隠すために
死体に何かしているのかしら。他の感じが心配だけど、あの子も何かされるかもしれない。注意深く見ておかないと。なんだ注意深く、やっぱハローって書いてあるずっとね。このハローは何なんだろう。あとここには特に引き出しとかそういうものはなさそうかな。そういうのないな。他の記事も特にないね。 OK。 これ2つ扉あるけどこっち入れる。あ、入れた。何の部屋だ。あー、なんかロッカールームか。 Warning って書いてあるね。オンしていいの。アップデート電源が入れない。おそらくヒューズが抜けてるんだと。探すか。ヒューズ探しの旅ですね。次は OK です。ヒューズね。ヒューズどこにあるんだろう。隣の部屋とりあえず見てみるか。開くんだな。やっぱ開くところ開くな、ちゃんと。あ、これはなんかお依頼さんの部屋かな。こういうところもなんか見ていきたいけど、やっぱなさそうだよな。真ん中のこの紙だよな。委員長のメモ。やっぱ委員長室か。儀式がうまくいかない。肉体だけでなく苦痛や悲鳴も捧げているというのに、やはり老いた肉体を使うより若くて健康な肉体がいいのか。そういえばこちらを探っている看護師とガキがいたな。試しにあいつらを使ってみるか。うわ、委員長明らかに車来た。こんな分かりやすいのいんの。委員長のなんかところは特に飽きられそうにないかな。ゆっくり歩きたい。あいつらってなんか襲ってくんのかな、そのうち。みんなどう思う、マジで。あ、待って、ここにもあった。受付のメモ。今日も来院者はそこそこ多かったな。病院はこの辺しかないから仕方ないことではあるが、もう少しゆっくりしたいものだ。委員長は他の人たちはもっと患者が欲しいと言っていたが、十分に人は足りてるだろうに。さて、残りの業務済ませるとするか。まあ受付の人にとってはちょっと多いって感じるぐらいの人数だったと。で、多分儀式にやっぱり委員長が欲しかったってことかな。その秘密を知ってるのが委員長だけだったのか、果たして。で、俺何ゲットしたんだっけ。ちょっと待って、鍵とかあったっけ。鍵は何かゲットしてるっけな。ちょっと待って、事務室の鍵だけだよね、持ってんね。あれ、あと調べられるとこどこだ。なんで開いたの、なんで開くの。開いちゃあかんやろ。え、これ追いかけられたやつするかな。ちょっと警戒してけ。何がいつ現れるか全然わかんない。さあ、なんかこういうのがあったら見ときたい。よし、一回病室のメモ1。今日で1ヶ月か。初めに聞かされてた期間を過ぎたな。それに医者からは症状が悪化してきていると聞く。本当に退院できるのだろうか。移された病室を見る限り重症者患者ばかりではないか。これでは瀕死の寄せ集めだな。ああ、まあそうなるのか。そういうなんか患者自身も結構おかしいとは感じてると。まあでも重症になってるから逃げらんないってことだよね、おそらくね。何これ。ああ、びっくりした。監視カメラかと思った。さあ、こっちの部屋入れるかな。入れたと。ここは、あ、またなんかあるな。一回病室のメモ2。いつになったら退院できるんだ。医者はすぐに退院できると言っていたが、一向に状態良くならない。それどころか体調が悪くなってきている。ああ、体がだるい。早く家に帰りたい。この全部のさ、記事に対してハローって書かれてるの、これなんか意味してんのかな。何を意味してんだ、だとしたら。鍵的なものまだ見つかってないしな、そういえば。ヘロー、あ、なんか書いてある。ちょっと待って。ハローフューチャーミー。ミーはなんとなく見るけど、フューチャーかな、これ合ってるかな。どういうことだろう。お水を出せる機械。特に出ないか。あれ、こっち特に見逃してないね。そうやね、見逃してないね。オッケー。じゃあ、どうしようかな。こっち手術室っぽい。まだ奥。あら、こっち行ってみるか。やっぱ開くんだな、開くんだな、どんどん。こっち一回病室のメモ3。ここに移されてからというもの、症状が悪化しているな。他の人たちも私と同じように悪化している気がする。それにここで出される食事は味がおかしい。全体的に薄いというより少し薬品に近いような独特な感じがする。いや、考えすぎだろ。病は気からというし、とにかく今は回復に専念しねえと。やっぱ実験台使おうとしてるんだ、ずっと。こっち行ってみる。開く？
開くんだ。開いてくれちゃうんだね。どこの部屋？じゃあ開く？開くんかい。もう全部全部開くやん。もうどんどん。何？なんかえ、あーお風呂場ですか？はい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 。なんか抜いたらとかありそうだなこれ。え待って、何このえ、あーなんかあれかな、これ多分腕輪だよね、おそらく。腕つけてそこで暴れても出さないようにする。なんかあれかな、精神病棟だったりするのかな、ちょっとあんまりわかんないから言わんとくわ。ちはまあこういう脱衣所みたいなところだったんかな、ここ自体が。こっちはあー調理場かな、おそらく調理場な気がする。そうやな、開かない、動かせない、火はつかない。結構綺麗な感じの。さてあ、メモあった、キッチンのメモ。毎日毎日患者に出す食事によくわからないものを入れるよう指示を受けているが、大丈夫なのか。委員長や医者たちが言うには、患者に効く薬と言っているが、普通一緒に入れるか。まあここの給料は良いから変なことを言って機嫌を損ねないようにしておこう。俺には関係ねえしな。あー やっぱなんか薬品を入れてるみたいな話は本当だったのか。やっぱりさ、残り一部屋だよね、確か奥がここだよね。よいしょ、行きましょう。さあここはなんか水の音するな。待って、なんかなんか俺すっげえ嫌な予感するんだけど。誰誰誰誰誰、え、なに、え、なんもないの、ジュディビア、なんで綿がめっちゃ出てる。あ、鍵だ、届け、よし、届いた。物置部屋の鍵。もうめっちゃ今肩に力入ってて何もできない、怖い。てかなんかさっきより暗くなった。なんか物置部屋ってどこだ。そしておい待ってくれや、ちょっと待って、本当にさっきより暗くなってんじゃないか。物置部屋ってどこだっけ、どっかなんかそんな場所あった。ヒューズも探さないといけないしな俺。どっかあったっけ、いやマジで思い出せない、もう恐怖で記憶がない。こっち出れる、出れるのさすがに。おい嘘だろ、なんで出れなくなってんだよ。おいなになになに、今後ろ振り向こうとしただけなんですけど。なんか今こっち開いた音するよ、しかも。くんかい、もうびっくりした、姿何も見えんかったけど。物置部屋ってどこ、そういえばこの手に入れた物置部屋っていうのは何階なんだろうな。あの子供の霊が持ってたものか、子供の霊か、あーあれ子供だったんだ。ってことは、それはこれはこの子の遺品っていうことになるのかな。ああ、それなんかここスタッフオンリーの部屋あったな。これは使えるかな。あ、使えた。物置部屋か、これだ。さあ、何がある。薬とかいろいろ落ちてはいるけど。さあ、何があるかな。なんか拾えるものがあると思ったけど。あれ特に何もないか。何の音今、じゃあ何の音今、マジで紙とかなんか落ちてるわけではなさそうだしな。これでもない、いやいないな、何も。あれこれ何の部屋だったんだ。え関係なしか、関係なしとちょっと思えないんだけど。そりゃ結局これ動かないってことでいいのかな。あそうだ、ヒューズがゲットできたりみたいな感じかな。あれこんな部屋あったっけ。おいおい、ちょっと待って、知らんぞこの部屋は。メモだ。うっ、来た、びっくりした。なんなんだ今の。手術室のメモ。この職場は最高だ。定期的に患者の体を好きにいじれる。そのおかげでいろんな実験や論文を書くことができたな。だがそろそろ潮時かもしれない。最近になって委員長から地下で行っている儀式のことについて聞かされた。もちろんそんなものに興味はない。これじゃあいつと一緒にいると俺もオカルトサイコエロになってしまう。馬鹿げたことをしないで
もっと好きに実験をすればいいものだと。すごいな、この人もこの人で結構やばいことやってたのかな。じゃあ何が落ちてきたの。あ、これが落ちてきたのか。ヒューズがいつになったら見つかるんだろうって感じ。2階には何かあったっけな、他に。で、ちゃんとちょっと他のとこ見てこう。ないもんな、やっぱり。これ最初のとこだっけ、確か。違うか、最初じゃねえな。やべ、これどこだっけ。俺迷子になってるかもしれんわ。うん、ちょっと迷子だね。さあ、医者のメモ2がゲットした。ここ最近軽症の患者しか来ないな。私としては普通に診察するだけだから問題ないが、彼はとても退屈だろうな。もしかして最近機嫌が悪いのはそのせいだろうか。まあ私には関係ないか。ここで起きてることもやっぱ何か知ってるんだな、この人も。チーは、あれ、こっちから来たんだっけ。やべ、どっちだっけ、わかんねえ。一回入り口まで戻りたいもはや。ああ、そうやっぱそうだね。確かこっち行っても何もなかったんだよね。2階に行ってみるか。ちょっと2階行ってみましょう。なんかあるかな。確かこの奥も見たんだよな。手術室だったしな。せやね、落ちてきたやつね。そうオッケーオッケー。ちょっとだんだん把握ができてきたね。よし、じゃあちょっと2階に行っていきましょう。もう1回なんか変わってくれてたらいいんだけど。こっちからちょっともう1回探索し直していこうか。2階でもそういえば手術室みたいな場所なかったしな。あんまりないのか。なんか奥があるとかではないしな。ちょっと2階なんもないか。ヒューズもなんか誰が抜いたんだろうな、一体。どこに何があるんだろう。ヒューズの探し場所。てかやっぱ物置部屋さ、なんもないのおかしいよね。確かどっちだっけ。やべ、物置部屋の場所忘れた。どこだ。あ、確かこっちだ。こっち側に確か物置部屋みたいな場所。あ、あったこれだ。ここにさ、なんかないかな、マジで。なんで急にしゃがんだよ。いない。やっとヒューズゲットした。これで戻ればいいのか。確か院長室の真横だよね。そこまで行こう。ちょっとどっちだっけ。院長室は確か結構前半の方にあった気がするんだけど、どこだどこだどこだ。マジでどこだっけ。確か、あ、ここじゃない。あ、絶対ここだここだ。ここで、あー、よかった、やっと着いた。ヒューズ入れるよ。やっとヒューズ入れられる。これだね。さすがに暗いのおかい。たぶきでヒューズ、あー、あったところ。これを入れたいんだけど、あれ、あ、こっち、もしかして。あ、なんだ、こっちかよ。あれ、じゃあこっちはなんか関係あるの。デアリーアップデート、これで電源が入っただろう。電源が入ったことによって、これオンオフになってるけど大丈夫そう。いいのか。これであれか、おそらく地下に行くのかな。とりあえずエレベーターで地下に行けんのか。これで行ってみますか。ちょっとどうやって行くのかわかんねえ。確かここを曲がって、で、ああ、そうだ、こっちだね。さっきここの物置小屋で、ここです。やっと着いた。これで何階行くんだ ?0 階ってのがクリニック。ブロック A、ブロック2。この辺も行けるのか ?3 階に今行けるのか。これどっちに行ってんのか全然わかんないね。どこに行ってんだこれ。地下に何かしらあるってのは分かってたんだけど。さあ、何が来る。うわー、もうなんかちょっと待って、本当に心構えが必要だから、ちょっと待ってね。行くか。何が出る次。何も出ないな。何、え、人二人。あ、もしかしてこれ院長か。これ死体安置所だよな、多分場所としては。実験してる。おい、どこ消えてくんだよお前ら。え、なんか出た。なんかそういえば今ここ調べてたよな、あいつ。何これ、
出せるわけじゃないよな、さすがに。死体、ご遺体だよね。骨だけあるってことは仮装されてないの、この人。他のところも開けれる？じゃあ開けれるのか。ちょっと開いてないところあるかな。一応全部取りましょうとか。なぜかこの子だけご遺体が未だに存在してるってことは、これご家族も探してるんじゃないの。あとここもなんか調べてたよな。ここは特になんもないか。あーなんもないか。オッケー、じゃあとりあえずこっち進んでみますか。え、まだ地下行くの。何の音。行くか、行くか。行くよ。何が出てくるんだマジで。ちょっと待ってくれ、マジで怖いって。行くか。正面しっかり向いて見てこう。一応ね、ちょっと待って、マジで俺声ちっちゃくなっちゃう気がする。ごめんね、本当にごめん。それで許して。開かない、開かない、どっちも開かないのか。何の部屋なんだろう。ここも部屋ある。開かない、開かない、どっちも開かないな。ここは開くのか。え、何、え、何、誰の叫び声。一個ずつ見とこう。開かない、想像以上に広いな。ちょっと待って、これむずっ。あ、開く。何がある、ここ。あ、また腕輪のあれがあるね。なんか紙らしきものはないか。特に拾えるもんがあるわけじゃなさそうだな。薬の山ってことは、未だに院長は未だにずっと実験を繰り返してる。実験ってか生贄儀式だっけ。なんかそういうのを繰り返してるってことになるのかな。ここ最初入ってきたとこね。ちょっとしっかり地形把握しないといこう。ここは開くね。開くところが意外と多い。え、嘘だろ、本当にこんなになるまで放置されてたってこと。この辺結構やってることえぐいな。あ、でもなんか明らかに人がいた跡があるね。あ、これ下顎か。さあ隣。え、何開けられんのか。最後をここで迎えた人ってことか。地下監獄のメモ。ここに監禁されて何日が経った。ようやく退院できると思ってたのに。クソ、それに毎日毎日身を聞かされて頭がおかしくなってしまいそうだ。そういえば最近ここの看護師と医者、それと子供が連れてこられてたの。子供の方は気の毒だが、あの二人はどうでもいいか。子供、あ、医院って医者って言った。今お医者さんも連れてこられる対象だったの。広くないか。結構奥まであるぞ。ちょっと交互に見ていこうか。ここは、あー、なんかやっぱ暴れないように固定される装置というか紐みたいなのが存在してるね。絶対ちょっと開けた場所は見たってことでちょっと考えた。特にないエリアが多いかな。まあメモなんてね。次はこっち側見てみるか。開けられるのかな。まあ今のところは特に。いや、え、広いぞ本当に。ここは、うわー、骨、てか、これはうわ、まだこの先あんの。え、ちょっと待って、どんだけあんのこれ。部屋相当数あるぞ。地下行けんの。誰かいる、誰かいるけど開かないな。こっちの方には、え、ほん、え、やばくない量。え、一体何人がここ監獄入ってたんだ。いやー、でもない部屋が多いな。ここはもうなんかご遺体の骨もなくなってるな。あ、なんか書いてある、めっちゃ。なんだ、あれ、こんなんあった今まで。初めて見たかもしれない。絵か、すごい綺麗な目描いてる。練習してたの。なんかここ
ここ一番最後に開けようか。じゃあこっち泣いてる、大丈夫。あもうなんか蹴っ飛ばしたりとか、もう出れないことに対しての恐怖心がすごかったんだな。これはメモ1。うわもう助けて助けて。なるほど、もうこんな精神状態の中でこいつら生かされてたってことか。何かの儀式のためってことだよね、これ。要するに特にないか、この部屋も。よいしょ、ないな。さあ隣、もう人いない、誰もいないね。お手洗いがもうなんか必要最低限って感じだったんだろうな、本当に。ちょっとここ開けてみるか。開く？開いた。開くんだもんさ。何何？やってやがる、めちゃくちゃ。うわ、え、もう拷問器じゃん、ほとんど。人の人体を解剖した。あるかなこの部屋。何もないか。これを見せるだけの部屋ってことかな。そういうことかも。ちょっと戻りましょうか。ここの人は未だに開かないしな。いつ開けてくれるんだろう。さあ次はこっち行ってみる。ここはなんだなんだなんだ。あートイレ。何か。トイレか。ああ便座部分かな。ちょっとわかんない。よいしょ、いない、なんもないな。ああここお手洗い場か、シンプルな。シャワー室も一応完備してて、おお相当劣悪な環境だったんだな。じゃあよし、じゃあ次か。どうしたらこっちかな。何か壊れてる。ん？壊れてるな、なんか。行けなくなってるのか、これは。あれ？じゃあなんだ？いや、でもやっぱそうなると、一番奥の、さあ、多分この部屋に何かしら隠されてて、なおかつ、あ、鍵使ってみ、なんか。鍵はなんか事務室の鍵とか使えない？使えるわけねえか。奥のこの手術室みたいな場所なんかあるな。じゃあちょっと見てみるかも。一回ちゃんと探さないと鍵とかも見つかんないからな、こういうところ。いやでもどこにもないな。何か見逃してるかな。多分この階で何かをやらかしてる気がする俺は。でも部屋とか全部見たしな。もう一回一から探してみるか。ん？ん？あった。これじゃねえか。触れない。うまいこと触れない。どこだ？あった。何？びっくりした。うわ。てか骨まであったんか、こんなとこに。気づかなかったぞ。これでどこだ？これどこの鍵つったっけ？地下室の鍵か。オッケー。で、おそらくあそこの部屋だよね。唯一鍵がかかってる場所。多分ここでしょう。よし、開けよう。地下室の鍵。これで何が出る？うわぁ、なんかまだまだありそうだね。さて、ここは？奥にもう一個部屋があるだけ？何の部屋だ？水槽？ああなんか見れる部屋なのか。こっち側からなんか見てる人たちがいたってことは。うわー、わざわざ水まで用意しちゃって。ちょっと入ってみる。入れるんだ。ここで何が？うっ、え、待って、これでなんでしまったの？薬とか。待って、これさ、やっぱ電気椅子じゃないの？こっちから出れる？うわ、出れなくなってる。あ、昔の映像？うわ、やられてる。なになになに？もう拷問？
人体実験。ドリル頭に。え、開いた今。開いた。開いた、よかった。どこですか。あ、一番最初のところか。なるほど。ここから入れて、もう反対側で見てる奴らがいるんだ。なるほど。うっ、ちべった。これが拷問器具の一つってこと。なんかここで拾えるものがあるわけではなさそうなのか。ん？やっぱこの部屋何もないな。例えばこの手前のさ、入り口ってさ、どうなの？開かないのか。やっぱ開かないってこと？ちょっと上に戻ってみたりすれば。え、何もないわけか。あれ？え、どこだ？あと何か気がかりなところがある？さっきなんかドアが破壊されてた場所あったけど、あれはマジで行けないってことでいいんだよな。確かこっち。あれ？今何をした？あれ？え？倒れてる。入れるようになったってことか。何の部屋だ。うわ、なんかでっけえ。入っていいのこれ。あ、え、なんでろうそくつくの。なになになに。え、なに、え、なんだなんだなんだこれマジで。ここもしかして本当にここが儀式場っていうことか。なにこれ、なんか悪魔か。手と足、足だな。ちょっと待って、一旦拾おうか。 It's mine って言われたわ。心臓と人形か。持って帰ってもいいか。さてメモ、私とあの子に安らぎを。あ、これあれか、看護師か。足とか持てない。あ、なんか、ん、心臓。心臓だけゲットすんのかよ。心臓、誰の心臓。あー、もうリアルな心臓きた。この奥は何。うわー、またまたか。結構グロテスクな感じだね。これで外出ればいいのか。俺こんな簡単に外出れると思ってないんだけど。これでもう持って帰ってもいいがってことはもう帰っていいのかな。じゃあちょっとこのまま帰るか一旦。あのエレベーターまでちゃんと行ける。なんか道中出てきそうで怖いんだよな本当に。いつ出てくる。マジでいつでも、いつでも来い、いつでも来い、かかってこい。本当にね。いない、いない、まだいない、まだいない。追いかけてくるとかではないよな、さすがに。こういうゲームは追いかけてこないと思うんだけど。あれ、なんもなかった。え、なんもないの逆に怖いんだけど。それが何もなかった。え、マジで。え、なになになに。帰ろう。確かどうやって帰るんだっけ。ある程度は覚えてる。こっちやな確か。次どこだっけ。じゃない、もうちょいまっすぐ行って、こっちか。これだ、ここだ。帰れるかも。これで出ていいのかな。あ、ゲームセーブ入った。これでそれ、なんかそうやな、人形と、人形と心臓を持って帰ってもいいが、さてって。これあれかな、捧げてなのかな。違うのか、なんかそういう感じかなと思ったけど違うと。まあ一旦逃げるか。このまま逃げて。お、何の映像だこれ。今俺の映像か、出てきたところの。
誰視点になってんだろう。あ、やっぱ墓の方向いたな。あ、やっぱこの二人だったな。心臓と人形。あ、心臓がっつり動いてんね心臓がガツガツ動いてたわ。それでこのまま逃げようとしてたら誰ああもう普通になんか、あ、バッドエンドだ。プレイした時ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。あれグッドエンドがあるみたいだけど、ちょっともう一回ロードしましょうか。あれ、やっぱさ、この二人に何かしらやんないとだよね。しゃがみとか、あ、あるやん、そういうことか。多分大きい人が看護師さんだよね。こっちはこっち、こっちがテディベア。捧げて、これで二人とも安らかに眠れるのかな。これで逃げればいい。さあこれでどうなる。頼む、グッドエンド来てくれ。さあここまでは変わらずで、出てきた後だよね。そのまま出ようとせずに二人の方を向いて、心臓とテディベア、お、今度は捧げるのかな。ん、捧げた今。ん、捧げてない、もしかして。あれ、全く同じだな。ちょっと待って、え、どうなってんだ。あれあれ、俺なんか間違ってたかな。あれ、やばい、何が悪かったのか全然わかんない。え、なんだ、え、ここまで合ってるはずないな。ここまで合ってるはず。あ、埋めないといけない。あー、こういうことですか。なるほど、これでさっさとかけてあげて、はい、これで成仏してくれってことで、やったか、やっとこれでクリア。なのか、クリアだ。全然違うの来た。これ俺ノイズになるってことか。あ、友人に電話しかけてる。もしもし、あの病院はどうだった。ああ、行かれた院長とその取り巻きたちが患者を使って儀式をしていたようだ。そうか、友人の存在も分かんないよね。何なんだ。それで、あの化け物は被害に遭った看護師のようだな。おそらく院長に歯向かって生贄にされたんだろう。そういうことか。なるほど。彼女は埋葬しておいた。これ以上刺激しなければ害はないだろう。そうやね。分かった。あとはこちらで対処する。対処って、協力ありがとう。どうも。この友人は何者なんだ、マジで。エンド。ああ、なるほど。プレイしていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。一応これがグッドエンドっていう形でいいのかな、おそらく。はい。というわけで今回はこちらの廃病院探索、こちらのゲームやってきました。いやー、もうなんか病院っていうだけでなんか俺怖いってイメージついちゃってるから、そのせいもあってくっそ怖かっためっちゃ時間かかったしね、想定プレイ時間より。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。